エアロベロシティは、ニュージーランドで生産された、香港の競争場。主な勝値倉は2014年2016年香港スプリント、2015年、高松の宮記念、クリスフライヤインターナショナルスプリント。ナイソソウォオーリアーの場名で2012年4月アワプに競馬場デビュー、一戦一勝の成績を残し同年8月19日香港に移籍。 2014年の香港スプリントで G1 初制覇を果たし、翌2015年には日本へ遠征し海外、距離馬としては初めて高松宮記念を優勝。その後シンガポールに遠征しのクリス・フライヤー・インターナショナルスプリントを制覇し1、シーズン中に3カ国の G1 を制する異業を成し遂げた。2016年は高松宮記念連覇を目指して来日するも1 0を 発症して回避。その後、12月の香港スプリントを制止復活を印象付けた。2017年も現役を続け、5月7日のチェアマンズスプリントプライズを引退レースに予定していたが、調教後に右前肢作業を発症し、同レースを回避。そのまま現役を引退した。引退後は、オーストラリアシドニーのマスコカファームにて寄席を送る。 abcdefghi 香港競馬会レーシングインフォーメーションエアロベロシティ2016年3月29日閲覧 ab 香港競馬会祭は新聞2015年3月29日付とも明らかくイサムダツタカマ記念祭締め作り歴史2016年3月29日閲覧 https www ゼラシング CEO NZ ブリーディング269002ナイソソウオーリア NZ-2008 アスピックス15年高松の宮記念覇者の香港短距離をエアロベロシティが引退スポーツ放置2017年5月8日閲覧ありがとうございます